第7レースが終わって、これからウィナーズサークルでは騎手紹介セレモニーがあります。7レース統計タイガー逃げ切り勝ちでした。やはりさすがの強さというところを見せましたね、はい、うん、そうですね、まあ、メンバーも今回はね、うん、もう短期逃げの、望めるメンバーでしたしね、はい、うん、まあこの展開で負けてはというところですよね。はい、ということで、まあ、あの次柿つばた記念を一応目標にということで、はい、まあ、選ばれるかどうかというところも一つポイントになりますんでね、うん、まあ、でもさすがにディフェンディングチャンピオンですから ね選んでくれると思いますけど ね、はい、あ、見えてきました。石戸響ジョッキー紹介セレモニーご覧いただきましょう。こちらはウィナーズサークルです。非常にいいお天気になりました。新年度の園田競馬もぜひ存分にお楽しみください。それではプレオリ正面スタンド前ウィナーズサークルにおきまして、この春デビューいたします新人ジョッキー石戸響騎手の紹介セレモニーを行います。どうぞ皆様ご注目ください。それでは石戸響騎手出てきてもらいましょう。大きな拍手でお迎えください。プロフィールご紹介いたしましょう。生年月日は1999年6月29日生まれの18歳です。それではまずは兵庫県馬主協会横山局長より、記念のムチが手渡されます。どうぞ受け取りください。騎手デビューおめでとうございます。このムチを、ね、うまく使ってたくさん買って、皆さんに早く顔を覚えてもらうよう頑張ってください。はいはい、ありがとうございます。続きまして兵庫県競馬組合米澤康隆開催執務委員長より花束が贈られます。デビューおめでとうございます。闘志あふれる騎乗期待してます。頑張ってください。はいはいはい、それから兵庫県競馬マスコットキャラクターソノタンからは、記念のソノタンぬいぐるみがプレゼントされます。ではソノタンよろしくお願いします。ソノタンからのコメントがあるかもしれません。はい。あ、マイクいいですか。あ、はい、では、いいんですか。はい、石戸騎手これ頑張ってください。園田は駆け引きが非常に重要になりますので、そのあたりしっかり踏まえておいて、内で足を溜めて外に切り替えて伸びるような素晴らしい騎乗を期待しています。頑張ってください。はい、という園田からの激励のコメントがありました。はい、頑張ってください。押しタッチしましょう。はい、はい、というようなことを言ってたと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではマイク石戸騎手にも、お渡しいただきましてですね、意気込みなどを語っていただきますが、まあ、その前にいろいろとお話も伺っていきましょう。大阪府出身で大阪府寝屋川市出身、あの豪栄道関と同じ寝屋川出身です。という田野豊和騎手と同じく寝屋川出身です。石戸騎手、今日はご近所の方とか、まあ、ご家族とか、そういった方が応援されているというようなことはあるんですか。はい、がっつりあります。あ、そうですか。あ、皆さん手を振ってくださいました。ありがとうございます。ということで、この園田競馬場でデビューを迎えました。今の気持ちどうですか。もう昔からの夢だったので、すごいもう嬉しい気持ちでいっぱいです。そうですか。はい、デビューとしましては来週デビューということになります。来週の4月、何日がデビュー予定というところですか。予定は17日の火曜日になっています。来週の火曜日、はい、まだ騎乗馬は決まってはいませんが、来週デビューする予定となります。長男和弘厩舎所属の石戸響騎手、それではこれからのまあ、自身がどれだけ活躍するのかというところ、目標も、持っているでしょうし、それから意気込みなどを語っていただきましょう。よろしくお願いします。
はい、今年から園田競馬 の, その新人騎手の減量特典も変わりまして、かなり長くまで減量を使えるようになったので、それを生かして、まあ、基本的には前の競馬をして最後まで残るような、一つでも上の着順を目指せるような騎乗、をしたいと思いますし、新人らしくがむしゃらに追いたいと思います。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。しっかりとした声で、発声で喋ってくださってます。まあ、実は実況も好きなんだそうです。自身が勝つようなイメージ、まだ初勝利、初騎乗もありませんが、もし初勝利するようなことがあれば、どういった雰囲気の実況でゴールを迎えるというふうに想定してますか？誰が どなたがその実況してるかわからないんですけど、はい、まあ、昔からこう園田競馬を見させていただいてた時は、吉田さんの実況がすごいザ・園田競馬という感じだったので、はい、まあ、自分がもし初勝利するときは吉田さんのゴールインを聞いて、はい、でゴールしたいと思います。そうですか。まあ、ここがゴールぐらいでね、言っていただきたいですね。はい、ということで吉田勝彦アナウンサーでの実況で、初勝利を迎えることができるのかどうか、来週デビューとなります。で、勝負服、緑と黄色のコントラストになりますが、お母さん緑子さんというお名前でその緑を取って、で妹さんが浅木さんというお名前なので、その黄色の文字を取ってこの緑と黄色で、ご家族思いというところが十分伝わってくるこの勝負服ということになりました。まあ、そういった思いも込めてレースに臨んでいく石戸響騎手、これから本当に温かいご声援を送っていただきたいと思います。今日来週デビューいたします、今日お披露目ということになりました石戸響騎手に改めて大きな拍手を送りください。ありがとうございます。頑張ってもらいましょう。はい、はい、その他との記念撮影しましょう。マイクはパドック解説お返しいたします。石戸響騎手の新人騎手紹介セレモニーご覧いただきました。本当に大きな声でハキハキと、うん、何かこう気持ちのいい、そんな新人ですね。そうですね、うん、まあ、個人の話聞いても、その何ていうんですかね、話すことが本当好きみたいで ね、うん、まあ、しっかり今日もアピールしたいという話してましたからね。はい、そうですね、うん、まあ、しっかりできたんじゃないかなと思いますね。はい、これデビュー戦吉田勝彦アナウンサーに喋ってもらわないとダメですね、うん、そういうふうにシフトを組みましょう。じゃあ吉田さん17日ずっと喋らないじゃないですか。いやでも何くらかね、おそらく決まって、そのレースを ね当てればいいのかなと思いますね。全8くらいやったら8くらい、それはちょっとどうなるか分かりませんですね。吉田さんも本当にそうなと、はい、さて8レースいきましょうか。ちょっとでも時間があまり、はい